じゃんじゃかじゃーんじゃ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 かじゃーん。なんて寒さだ。ごきげんよう、山口愛希です。今日はですね、東京に来てます。いやー、何笑ってるの、さっきから何笑ってるんですか。こちら YouTuber なんで、なんちゃって言わされてということで、今日は東京に来てるということで、東京のご飯を食べに行きたいと思います。いやー、なんかこんなにテンション上がってるっていうことは、ご飯を食べに行くっていうことじゃない。ということで、今からもう寒いからレッツゴー寒い顔しすぎやろあー、お月が綺麗で、お月が、やばい、吹っ飛ばされる、やばい、吹っ飛ばされる、マジで暴風、え、暴風なんていう、暴風、暴風、暴風ですわ。じゃ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 ーん。はい、こういうきらびやかなところが私は好きなんですよ。美味しそう美味しそうとか言ってもこの道で、イベントまでか、はい、飲み明けの場合は一応時間制となります。はい、グラス1個、グラス1個、ノアレアノアルビール、うん、うん、グラス1個、ああ、そういうことね。イエーイ、アイキは生ビールにしました。でもサワーもめっちゃ充実してる。レモンサワーがいろいろない。これお通しですか。はい、姫様のお通しで、レモンに入ってるやん。あ、ありがとうございます。ほんならもう違うのに感じます。あ、惚れるビール初心者。疲れ様。どうですか。刺身レモンに入ってましたね。食べましょう。美味しそう、マグロとなんか、いや、ちょっと目、あ、ありがとう、醤油入れる、レッキュー入れてくれました、醤油。じゃあ皆さんお疲れ様です。イエーイ、乾杯。うーまっ、頑張った後のビールがうまいですな。美味しい、もう花粉症で鼻ツルツルですわ。ベイベー、いただきます。めっちゃごっついやん。これは美味しい。油めっちゃ乗ってるじゃん。それではいただきます。マジで美味しそう。食べますね。いただきます。美味しそう。美味しい、マジで美味しい。お刺身最高なんですけど。いや、めっちゃ美味しいんですけど。頑張って、これ食べた、これ小肌かな。美味しかった、これ。ちょっと色、タチウオじゃないよ、もは小肌やろ。あ、そうなの。小肌っぽい、ちょっと色変わってますけど。小肌はな、結構早いからな、痛みが。もは食べとくわ。痛みは美味しかった、結構新鮮、うん、やっぱり東京は新鮮や、うん、改めイカちゃん、イカ美味しいな。あ、まあまあ、どうぞどうぞどうぞ。ここなんかいっぱい繁華街みたいなっていっぱいあったけど、スカイセンが食べたかったからここにしました。ピントは変だけど、これか。来た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 、うん、刺身が美味しい。美味しいな。このツナがほんまに好き。わさび。
わさびやば。え、絶対美味しい。タコも。もう一回ラムで来てから。はい。美味しそう。写真撮ってくれた。これは美味しい。この片栗粉的なタイプのやつは絶対美味しい。美味しい、うん、めっちゃでかいねんけど。結果いただきます。赤っ、うまっ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。味がめっちゃ美味しい。ザクザクやし、え、天才的な美味しさやねんけど。あ、そう、めちゃくちゃ美味しい。合うやろ。美味しいわ。美味しいわ。唐揚げ美味しかったら他でも美味しい。それは言えてる。こんなでしょ。早い。唐揚げのこのサクサク感、うわ、2個目。ありがとうございます。じゃーん。やっぱ海鮮系は花粉症なんて顔中が書いてんな。わかる人おる。いきます。うわー、オッケー。じゃあ、はい、うまっ。幸せ。よかったよかった。お酒飲めへん人からしたら居酒屋ってなんか微妙やもんな。美味しいご飯にありつけない意味ないもんな。でも全部美味しいな、ここ。美味しいな。でも大事やけど、まあ、食べれたらいいかなみたいなのあるもん。高いじゃん、値段が。確かにそうやな。美味しくてなんぼやな。うん、味、味大事やで。味大事。美味しい。日本酒甘い。ありがとうございます。でかい。ありがとう。めっちゃでかい。分厚。分厚。やだ。こんな絶対美味しいじゃん。じゃあお箸入れさせてもらっていいですか。いいよ。お米やと思うから、もうすべてを知り尽くしてるから。いやー、美味しそう。美味しそうやな。めっちゃ美味しそうやん。分厚いな。うん、食べな。でも押し頃か。でもいい。おお、知り尽くしてるよ。やるじゃん。飲み物は一回で。男がまいやな。骨が美味しいよな。あ、でも骨あるか気をつけな。プルプルやないかい。これ骨でも怖いな。ところどころにあるわ。うち。セセリの焼きのシラフポン。ありがとうございます。シラフポン酢。めっちゃおいしいやん。はい、大好きなシラフポン酢。セセリ。
満席やってカメラ置かれへん。めっちゃ満席やわ。えらいこっちゃえらいこっちゃ。ちょっと待って、ちょっと落ち着く、一旦落ち着こう。ゆっくり食べよう。美味しそう。お待たせやんじゃん。えっとコッケ超美味しい。最高の人。ちょっと白子食べさせてもらっていいですか。私の大好きな白子ちゃん。ナイスビジュアル。でも違う。本当はできるやっぱり魚系はやっぱりいいな。染み渡るな。なんでもレモンついてんな。つけてセセリ。うまっ。全部おいしい。やだよ社会人。白いもいいです。があるからな。船に残る食べたらいいやん。結構な、割とあんねん。大丈夫、俺食べてるよ。なんかね、何もないんだよ、船。船のところ、船が食べたらいい。船が食べたらいい。船あるやろ。なんで食べたいね。美味しいな、食べな。この柚子胡椒めっちゃ美味しいな。うまっ。美味しすぎんねんけど。異常よ。カニ味噌のフローラ焼き。醤油つけてんねん。つけ。皮が美味しい。身はあげるわ。ポッケの皮美味しいよね。あ、もういらん。十分ですか。編集中です。読み取れ専用でキャンプ。どうぞ。そうだよね。同時的な。考えたら1000万円のスピーチ。むしろ。それは絶対頼む。それどころじゃないよ。最後厳密にはケースがちょっと前に、めちゃくちゃ美味しいやん。めっちゃ新鮮。玉ねぎ食べとく？チーサラサラしとく？暖房来てる？暖房来てる？暖房。暖房？うん。来てない？暖房。そっち。いやいや、来てないけど。しんどいかな、暖房が。風が暖房の風来てるかなと思って、そっちが。そっちに。なんかあったかいからさ、そっちに暖房来てるのかなと思って、風がな。これ何？あ、生姜？生姜かな？生姜やろ。マグロのここに来る。あ、美味しいな。めっちゃ美味しい。やば。美味しいな。生姜うま。
美味しかった。めっちゃ全部美味しかったな。ごちそうさまでした。あったやん、日の丸。ここ行きたかったのに、行きたかったのにやって失敗した。ここ行っとけばよかったね。残念。失敗した。ミステイクや。こんなとこ来てないで。逆走してるやん。逆走してます、こちら。でもめっちゃ美味しかったです。最高でした。お腹いっぱい。ごちそうさまです。来てる。来てるよ、来てるよ。来てる。もうしゃあない、これは。来てるのはしゃあない。もう一生来てる。無理。ということで帰ってきました。これを飲みたいと思います。グレープフルーツです。じゃあホテル飲みしたいと思います。もう耳が遠い。では乾杯。まあ、甘っ。それよりもジュースじゃん。マジジュース。 100ml あたり31カロリー。炭水化物、あ、まあでもそんなにやな。こんな甘いのに。なぜ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 。さあさあ、昨日成城石で買ったサラミを食べたいと思います。昨日成城石で買ったサラミです。これめっちゃ美味しい。この一口サイズになってるやつやねんけど、めっちゃうまいねんけど。これ皆さん食べたことありますか？これマジでうまい。いただきます。うまっ。これめっちゃ美味しい。うまっ。出た？じゃあね、もうな、これはな。で、明日ドーナツ食うよ。明日ドーナツ食うよ。飲むか。これもグレープフルーツ。じゃあね、これはな、今日はな、食べとかなあかんね、多分。エネルギー使いすぎて、倒れちゃうから。これも食べとかなあかんでしょ。プリンかな、悩んでんけどさ。うん、これにしました。でも、明日だってさ、そのシュークリームだけやろ。シュークリームっていうか、うん、あの、揚げパン、うん、もうそれでも買えるやん。それで話は終わりや。食べよう。ブラックサンバーいただきます。え、くるみかこれ。何上、あ、違う、チョコなんや、これ上。うわ、カロリー高そう。うまっ。めっちゃ美味しいねんけど。そら美味しいやん。いる？めっちゃうまいねんけど。こいつ何杯入ってんそれ。いや、もういらんで言うてあんとじゃな。うん、糖質何倍やと思う？炭水化物29。なんくるみ俺が食うでるやつと一緒やんけ。くるみちゃうで、それ。あ、くるみと思ったけど。なん、食べてみ。え、なんなん言うて。チョコ、ザクザクのチョコ。どう？お前が食べすぎやん。お前が食べすぎやん。食べたせねえ。なんでやねん。お前やで。ほんま？ありがとう。めっちゃ美味しくない？キャラメス感あるよな。言うて美味しいわ。うん、
糖質でも 28.4 で、うん、そんな言うほどじゃない。まあな、うん、脂質ちゃうでも多い。脂質 22.0、 まあそんなもんか。だからそんな大きないもんな、このカップが。ということで、東京の旅は終わります。美味しかったです。明日からまたダイエットをしたいと思います。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。バイバイ。